はい、今日紹介するのは、新ルール対応のドラマハンデスになります。3月26のファミリア CS でベスト8まで行きました。予選の方が1回戦目ジョーカーズ、2勝0敗で勝ってます。で、2回戦目がモルト、これも 2-0 で勝ちました。3回戦目ジョーカーズ、これも2勝0敗ですね。で、4回戦目のジョーカーズは、2勝1敗ですね。マインドリセットで相手の、呪文落としたんですけど、トップがなんかナッシングゼロだったらしくて、そのまま打点揃えてノードリで負けちゃいました。でもまあ基本的に有利取れるんで、その他は2勝しまして、2-1で勝ちで、5戦目もジョーカーズで、2勝0敗ですね。両方とも投了もらって勝ってます。で、本戦1回戦がミスプラバスターですね。呪文重視のバスターで、タッチでサイバーダイスメガスが入ってました。まあ多分2枚か3枚、多分3枚ぐらい入ってる気がします。入ってましたね。で、まあ、ガローズホールとかも入ってまして、すごく新連動に対応されたバスターでした。まあ、ただ、サイバーダイスベガスの枚数がこちらの方が多いっていうのと、相手ターン終了時にそのサイバーダイスベガスでドローしたのを、こっちのターンの初めのシャッシュホカイザーで特攻前に打つと叩き落とされるので、相手不用意にドローできなくて、相手のサイバーダイスベガスがガングサリしまして、まあ、普通に勝てました。次の対面がドルマゲドンですね。ベスト16の時の試合の、対戦相手が、その、ジョーカーズ VS ドルマゲドンだったんですよ。ここでジョーカーズが勝ってくれれば、僕にもワンチャンあったんですけど、ドルマゲドンの方が勝っちゃったんで、この時ちょっとドルマゲドンが厳しいんですね。まあ、やっぱドル墓場っていうカードに対して耐性が取れない。あとは、タイガニトロですね。タイガニトロが死ぬほど刺さっちゃうので、まあ、厳しいです、ドルマゲドンは。今ちょっと対策としては、プチョヘンザを刺していようかなと思ってます。クリスタルメモリー入ってるので、1枚プチョヘンザ入ってるだけでだいぶ変わると思います。相手の攻撃受けた時に、サイバーダイスメガスの、D2 スイッチでガローズホールを打ちまして、この時に、まあ、シャチホクカイザーが勝利のガイルカイザー出しとけば、ターンの開始に、プチョヘンザぶん投げれるので、まあ、これで縛るのが一番楽かなと思います。このデッキ鬼カマスも完全に切っちゃってるので、鬼カマスに対してもプチョヘンザーを入れることによって耐性ができます。まあ、なんでプチョヘンザーの採用は今検討中です。で、まあ、そのままドルマゲドンに 0-2 で負けちゃって、ベスト8ですね。はい、それではちょっと公式紹介の方に入っていきましょう。まず、ニコスマインドリセットですね。強いっす。もう間違いなく強い。新環境は多分こいつ鬼のように刺さってくれます。まず理由の一つとしてはジョーカーズですね。彼らはジョーカーズと、ニアリゲットか、と、あとプレリュードですね。で、あとまあ人によってはタイムストップとかも入ってまして、他入ってたかな、あとナッシングゼロも入ってますね。ってなると、大体平均して15枚前後、呪文が入ってます。で、なので、まあ基本的に打って外すことはなかったですね。予選本戦全部込み込みでマインドリセットが、何も機能しなかった対面は1個もなかったですね。で、3枚で、これの枠を確保するために1枚枠取ったのがこの特攻ジェニーになります。ここ抜いたんですけど、なんで抜いたかっていうとですね、この構築リバイブホールが2枚なんですね。もともとリバイブホール4枚の構築だと特攻ジェニー、4枚入れないと、そのリバイブホールで特攻ジェニー回収した時に墓地に特攻ジェニー落ちなかったら、まあ社長カイザーがねちょっと一旦分腐るんですよ。まあなので、まあ墓地に2枚ある可能性を上げた方がいいということで、特攻ジェニー4枚最大枚数入ってたんですけど、今回リバイブホールが2で、ガローズホール4枚入ってます。なので、墓地に特攻ジェニー1枚あるだけでも、ガローズホールからシャチホカイザーを展開することで、特攻ジェニー墓地から回収することがないので、そのまま、ターンの初めに特攻ジェニーぶん投げることができます。まあそのため3枚でも十分機能するということで、3枚にしました。で、隣ファルピエロ2枚は省略ですね。従来通りです。で、ブレインタッチ4枚。これはもうハンデスとして最強です。ドローもできますので、自分の反動を減らさずに相手の反動を落とせる。そしてまあハネス界のまあ潤滑油みたいなもんですね。はい。でまあ4枚最大枚数採用しました。でオリオティスタッチさんですね。従来のやつだと、従来のドロマンもまあ3のケースもあったんですけど、まあ結構4が多かったですね。ただこのデッキですね、まあ見ての通りシールドトリガーの枚数が、歴代のドロマーと比較してかなり多いです。ジャッジが3枚、ベガスが4枚、クレメンも1枚、マテン1枚、破壊後2枚です。まああとハイブサマルっていう忍者ストライクもいますので、もう大体止めれます。で、あと、サイバーダイスベガス立てとけば、ガローズホールも実質シールドトリガーみたいなもんなので、基本立て強いです。なんで、まあ、ジャッジは3あれば機能します。これはどっちかというと、色の確保ですね、を目的として入れられています。あと、実践的な強さとしては、相手が最速で出してきた洗脳に対して、オリオティスジャッジを迎え撃つことによって洗脳を除去できる。これが強かったですね。で、隣バトルショルダーですね。これはもうめっちゃ強いですね。呪文主体のデッキに対して基本的に刺さります。まあ、ビマナとか、これ打つだけでほぼ勝てますね。で、デモンザレット2枚。洗脳をまともに除去できる唯一のカードになります。一応、ガローズホールで、洗脳を戻して、そのまま特攻ジェニーで叩き落としたり、
まあ、この辺で戻して叩き落とすっていう手もあるっちゃあるんですけど、確定除去としてはデモンズライトが一番優秀でした。プレイングとして一旦クリメモで持ってきてそのままデモンズライト打つっていうプレイングもありましたし、何かと汎用性の高いカードでしたね。やっぱウィーン除去できるのも大きいですね。自分のドローを確保しつつ。後々のテンポを稼ぎやすかったんで優秀だなと思いました。で、墳墓が2枚。ですね、マリエルが強いんですね、このデッキ。ジョーカーズ、やっぱマリエルが鬼のように刺さってくれまして、ジョリーザ・ジョニーをまともに、アタックできなくなるんですね、こいつ立ってると。で、相手これ除去しようとしてやることって言ったら、基本的に8マナまで貯めてバイナラドアぐらいしかないんですね。あとはまあ人によるんですけど、まあたまにタイムストップも入ってる方がありまして、まあそれで除去するっていう手もあります。ただ、6マナから8マナですね、この辺までマナ貯めちゃうと何が起こるかっていうと、墳墓が刺さります。墳墓刺さると、まあ相手また4マナとか3マナとかになっちゃうので、まあこのループで基本勝てましたね。はい。で、隣パクリを3枚。まあ、これは、そうですね。特に言うことないです。枠から考えて3枚ぐらいがちょうどでした。で、ブサマル1。サイバーダイスメガス立ってる時に相手のクリーチャー殴っていきました。クリスタルメモリーを打って、ハヤブサマル回収、そのままブロックっていう奥義ができます。これ、本戦、予選含めて2回使いました。両方ともこれのおかげで勝ててるので、必須です。で、クリメも、さっきも言った通りなんですけど、まあ、ピンのカードが結構多いので、これですね。これもあるし、あとは、マリエルもか。で、何かと、まあ、ピンのカードが多いってなると、クリメモの採用は結構考えられるんですけど、やっぱサイバーダイスビガスで打てるのもやっぱ鬼畜ですね、これはさすがに。まあ、相手の盤面見ながら、次何プレイしたら最強なんだろうかっていうのを、まあ、打ちながら考えれるので、あと縦チェックできるのが強いですね。このデッキやっぱシールドトリガーが多いので、自分の盾に結構期待が持てます。で、そこで自分の盾何が入ってるかを知ることができるので、まあ、クリメモ先生は優秀だなと思いました。で、隣マリエルは言ったんで、ベガスが4枚ですね。このデッキのまあ、キーパーツになります。とりあえず立てておくだけで、ドロソとして確保できるので、このデッキドローソース少ないんですが、これがあるおかげで、少なめにできてます。やればわかると思うんですけど、ドロソいらないです、本当にこれがあると。手札どんどん増えていきます。まあ、なんでも本当に、後半とかマジで、これのドローしないんで、もう山札切れるなぁと思っちゃって、ドローしないぐらいまで、手札増やすことができます。で、隣、リバイブホール2枚ですね。ガラスホール4枚採用するために2枚抜きました。元々のドローもあって、5コスの動きを重視するために4枚入ってたんですけど、この時5コスの動きがもう6枚あるので、別にいらないなということで2枚にしてあります。ガラスホール4枚ですね。ベガスから打つと最強のカードになります。サイバーダイスベガスがいる時に相手がアタックしてきました。D2 スイッチで、ガラスホールを打ちます。で、まず1体。で、ここでブラックガミートを出します。で、今アタックしてきたクリーチャータップしてるので、ガンビードの効果で除去されます。これで1体ですね。で、この段階でもう2体除去できます。で、例えばもう1体相手のクリーチャータップしてた場合、開始のターンにこう、ブラックガミートによる殴り返しができます。これでもう1体ですね。なんで計3枚除去できます。これの組み合わせで。鬼のように強い。まあ、なんで、ガンビート2枚入れてるのもそれが理由ですね。やっぱ除去できる札がやっぱこれしかないので、相手のターン中に除去できる札がこれしかないので、まあ、ガンビート1枚っていうのはちょっとさすがにリスクが高いなということで、ガンビート2枚採用しました。強かったです。で、魔天降臨ですね。このデッキ最悪殴ります。最悪っていうか、割と殴ります。なんで殴れるかっていうとですね、サイバーダイスベガスを設置しながら殴ることで、もしトリガーとかで返されても、自分の手札にガローズホールやテックダンの破壊後があるだけで、開始のターンほとんど止めれます。まあ、なんで何の問題もなく、ダイレクト迎えました。で、エターナルソードですね。このデッキ見てもらえばわかる通り、アクアベララが入ってません。で、どうやって勝つかっていうと、ファルピーロで毎ターンエターナルソードを打って、相手のマナを枯らして、まあ、投了をもらうと。そういう勝ち方が、主な勝ち方になります。ジョバンニの再来ですね。相手のマナ増えすぎると、今度は墳墓が刺さってくれるんで、まあ、墳墓を打って、マナ枯らしながらエターナルソードぶっぱで勝てます。まあ、あと、魔天降臨っていうのもありですね。まあ、どっちか打てば勝てるので、このデッキは、まあ、ランデスによるロックをかけることになります。はい、で、隣ヘッテック弾の破壊後ですね。まあ、2枚採用しました。枠空いたんで、そのまま突っ込んだ形になりますね。やっぱ、ベガスで打っても強いですし、うん、単体で打っても正直強いです。ただですね、このカードは確かもともと3枚入ってる構築が主流だったのかな。ただ、その構築ですね、ガローズホールが3だったんですよ。で、僕ちょっとガローズホールは4入れた方がいいんじゃないかと思ってまして、やっぱその相手のターン中に出せるこのガンビートの強さですね。テンポの取りやすさが半端じゃない。で、テックダウンの破壊後って5コス以下全部バウンスになっちゃうので、相手次のターンまたなんか色々出してくるんですね。で、このデッキそこまでハンデス性能は強くないので、やっぱそうなってくるとガローズホールのが打ちたいカードなので、テックダウンの破壊後1枠こうガローズホールに割いて2枚にしました。
はい、以上になります。で、超次元は以下の通りですね。まあ、ガンビート以外は、従来通りなので、特に言うことないです。まあ、ガンビートは2枚採用してみてください。本当に強いです。一応、プリンっていう選択肢もあったんですけど、プリンだと相手の動き止めるだけだったので、やっぱそれなら破壊できるガンビートの方が強いですね。はい、それでは以上になります。だいぶ早口でしたけど、またわからんとこあったら質問ください。では。